布団が親知らず痛くて配信できないらしい。知らねえよ。知らねえよ。親知らず痛くて配信できねえんじゃねえよ。ジジイだからできねえんだよ。なんかあいつ若者ぶってるけど、俺と同じ37歳なんで。言ってたもん、なんかさ、最近さ、体力がねえしさ、なんか、体が動かねえんだけど、みたいなおじさんから。いや、それ、年っしょ。なんか、中学校とか高校時代の友達と一緒にいるとさ、気持ちはさ、その若い時のままだから、なんかそういうことやるけど、年っしょ。もう、まっちゃんに電話して今から来てもらおう。歯が痛いとか関係ねえから、もう二人でキャバクラ行くわ、久々に。どう？おい、今配信中だぜ。まっちゃん、キャバクラ行くべ。お、マジで。お、行くべ。うん。二人で行こう、久々に。いや、行くべ。いや、おめえが親知らず痛いとは視聴者やから聞いて知ってるんだ、俺は。ちえ、バカ！アルコールでごまかすべ！じゃ、酒飲んでアルコールで酔っ払えば痛くねえ。俺も、痛かったけど痛くねえもん。今。うん。あ、おめえも飲んじまった。その、麻痺させてる？ちげえ、おめえ、あれだよ、おめえ、親知らずに歯磨きしてねえから歯が痛えだけだろ。おめえ、歯磨きしてねえからだろ、痛えの。うん。おい、ちょっと、マジかよ、おめえも、あれか、飲んじまったんだったらしょうがねえ。じゃあまた行くべ。行くべよ、だから酔っちゃう、行くべよ、今から。マジで、違う、しかもさ、いいとこじゃないでし、ゴミみたいなキャバクラ行こう。池袋のさ、ゴミキャバ行くべ。マジで行くべ。うん。じゃあおめえ、本気で行くべ。うん。本気で行く。うん。うん。ちょっと、待ってるわ。で、おめえ、嘘はやめてくれよ。いや、マジだって。マジだよ。じゃあ、わかった。じゃあ、歯が治ったら行こう。うん。はい。はい。今、やっぱ、うん、歯が痛いから、お酒でよ、お酒でごまかしてるよ、つって。じゃ、親知らずじゃない。歯磨きしないから歯が痛いらしい。だってさ、虫歯を歯磨きで治そうとしてんだよ。意味わかんなくない？虫歯になってから歯磨きし始め、つんでね、ごめん、うんこしてきていい。ああ。